日本上タクシーのバス車両日本上タクシー株式会社は大阪市住之江区にあるタクシー会社大阪市内を中心としてタクシー事業貸切バス事業を行う2016年6月30日までは乗り合いバスの運行も行っていた旅客運送業のほか日本上トラベルペットメモリアル日本上オートガスセンターなどを行っている 2016年6月30日をもって、北港観光バスに事業場として乗り合いバス事業から撤退した。交通系 IC カードの取り扱いはなかった。北港観光バス路線バスも参照1973年に日本上タクシーが松原市天見地区の住民からの要望により、運行した乗り合いタクシーを前進とする。1985年7月より、 大阪市営地下鉄道筋線阿鼻子駅前から松原市の奄美西、奄美北方面に一路線を運行。当初は大阪市内にバス停はなかったが、1999年頃より大阪市内にもバス停を増設した。運行間隔は10から20分ごと。同社ではコミュニティバスの先駆けと自称していたが、運行開始以来補助金を受け取らず運営する。 純粋な民間路線であった大阪市営バスの車両、市営交通110周年、記念ゼブラバス復刻塗装大阪市営バスの赤バス廃止に伴い、東住吉区内の交通確保のため2013年4月8日に運行開始、翌2014年にルート変更されている。運賃は 1.7km まで100円、2円210円。運行間隔は昼間時は、 おおむね20分ごと、車両のうち1両は、大阪市営バスが1950年代に採用していた、ツーマン時代のゼブラバス塗装を再現したデザインであった。北港観光バスへの移管後、1時間に1本に、減便、ゼブラバス塗装車は、予備車となった。区側が、財政負担のない形態の路線バスを求め、交互する内容を提示した同社の案が2012年12月に、 採用されたが、この方針が、大阪市交通局と和田友成区長との対立を生むこととなり、区長が橋本徹市長により解任されるに至った。貸切バス車両は、イスズガーラ、ヒノ、セレガ、ヒノ、メルファ、三菱不桑、ローザ。路線バス車両は、共愛区間に対応させるため小型車のみの配置であった。三菱不桑、ローザ、トヨタコースター、イスズジャーニー。 日の、ポンチョ、タクシー車両には、法務省の啓発ポスターから借用した、ヘイトスピーチ、許さない、と書かれた黄色のステッカーが貼られている。ありがとうございます。